はい、こんにちは、シャスカです。今回はお金持ちになるお金の使い方というテーマでお話を聞いていただきたいと思います。この動画をですね、最後まで視聴していただければ、なぜ 99% の人はお金持ちになることができないのかという、その明確な理由とですね、ではどうすればお金持ちになるためのお金の使い方というのができるようになっていくのかということが分かりますので、ぜひ最後までご視聴ください。でお金持ちになるのに一番大事なことっていうのは、もちろん稼ぐなんですね。お金を稼ぐ、まあ、稼ぐがないとお金持ちになりようがないわけです。ですけど、まあ、稼ぐというのは多くの人は実際はやってるんですね。例えばそれが公務員でお給料をもらっているとか、サラリーマンとしてお給料をもらっていると言っても、それはその人が稼いだお金なわけですよ。だから稼ぐということが一番大事なんですけど、稼ぐということを全くしてないっていう人は、まあ、かなり少ないわけですね。じゃあどこで差がついてるんですかって言ったら、実はその稼いだお金の使い方で差がついているわけです。例えば、まあ、20万円のお給料があったとしますと、で毎月19万円を、使っていますと。でそうした時に、まあ、余ったお金が1万円あるわけですね。みんなこの1万円の余裕資金から始めていって、ある人は10年後にはものすごくお金持ちになっていて、ある人は全然変わらないということが起きるわけです。だから大事なのっていうのは、最初の1万円の余裕資金をどうするかということがすごく大事になってくるわけですね。でそうした時に、この1万円は大きく分けて3つに分かれていくと思います。1つは消費する、まあ、消費っていうのは消えて費やすっていう字になりますけど、簡単に言ったらその場限りの満足で消えてなくなってしまうお金の使い方ですね。例えば居酒屋に飲みに行くと、で確かに1時間2時間3時間すごい楽しい時間を過ごせるわけです。過ごせるわけですけど、それっていうのは自分に後々こう返ってくるようなお金の使い方ではなくて、その瞬間楽しいことにお金を使って、それで消えてなくなってしまうお金の使い方ですね。で消費っていうのは、その瞬間が最も高い価値で、あとは下がっていくだけのものを消費というお金の使い方です。例えば車を買うっていうのは、じゃあ消費ですか投資ですかって言ったら、それは消費なんですよね。なぜなら車っていうのは買った瞬間が一番高い価値のもので、あとはひたすらその車の価値っていうのは下がり続けるものだからです。同じような考え方で、家を買うっていうのも消費ですか投資ですかって言ったら消費なんですよね。なぜなら家というのはその買った瞬間が最も価値が高いものであり、あとはひたすら価値が下がり続けるものだからです。だから消費っていうのは、そう、消えてなくなる、もしくは買った瞬間が最も価値が高いもので、あとはひたすら価値が下がり続けるものは全て消費なんですね。消費にお金を使っているわけです。なので、まあ、例えばその1万円の余裕資金をじゃあどうするかって言った時に、その場瞬間の満足のためにお金を使って消えてしまう、もしくは買った瞬間が一番価値が高くて、あとはどんどん価値が下がっていくものにお金を使っている場合は消費です。これが最初の1パターンですね。で2パターン目っていうのは貯金です。貯めるという使い方になるわけですよね。もうとにかく20万円のお給料の中で19万円使ったので1万円残りました。この1万円は貯金しましょうという考え方です。でこれは立派な考え方の一つだとは思うんですけど、でも貯金っていうのはその人をお金持ちにはしないんですよね。例えば毎月1万円貯金しましたと、1年で12万円貯金です、ね、10年貯金をずっと続けたら120万円ですと、ね、だから確かに120万円あるわけですけど、10年っていう貴重な時間で120万円しか貯金が作れてないわけですから、まあ、大したお金持ちにはなれないわけですね。まあ、少しこう余裕資金ができる、まあ、海外旅行に行くことができるとか、それぐらいの貯金にはなるかもしれませんけど、大したお金持ちへの貯金にはならないわけです。だからまあ貯金するしないといった時に、貯金っていうのは確かにいいものではありますけど、お金持ちに導くお金の使い方ではないわけですね。ってなった時は最後の3番目の選択肢として、投資するというお金の使い方になってくるわけです。
で、多くの人は投資って聞いた瞬間、なんか株を買うとか FX をやるとか、ね、バイナリーオプションに手を出すとか、なんかそういうことをイメージするかもしれませんが、そう、投資っていうのはいろんな投資があって、そういう株を買うとか FX をやるとかバイナリーオプションに手を出すとかっていうのも、まあ、投資って言えば投資ですけど、投資ってものすごくもっと実際は広いんですね。で、その中で最も確実な、もう絶対に自分に大きな後でリターンをもたらすものっていうのは何かって言ったら、それは自己投資なんですね。自分自身に投資をする。例えば自分自身の体に投資するとか、自分自身の脳に投資するっていうのが最も大きなリターンをあなたにもたらしてくれるお金の使い方になるわけです。で、世界で一番優秀な民族って言われているのが、まあ、ユダヤ民族という、人たちですけれども、まあ、過去5000年間で、まあ、ずっとですね、生き延び続けながら、ずっと世界で優秀な人材っていうのを、出し続けているということですね。まあ、一番有名なところでいけばロスチャイルド一族ですね。イギリス、フランスにロスチャイルド家っていう財閥がありますけれども、彼らもユダヤの人間なんですよね。あとはそのノーベル賞を過去受賞した人たちっていうのも、まあ、割合でいけば圧倒的にユダヤ民族が多いですし、もしくはその金融っていうお金を扱ってるっていう意味で言えば、やっぱりユダヤっていうのはすごくこう成功者の割合がね、人数の割には成功者の割合っていうのがすごくこう高い民族なわけです。で、ユダヤっていう人たちは過去5000年間基本的に自分の決まった土地、決まった国、決まった領地っていうのを持ってないわけですね。常に他の民族から嫉妬とか妬みとかっていうのを受け続けながら迫害され続けた民族なわけです。でも5000年間ずっと生き残っているわけですね。で、今でもイスラエルっていう国にはもちろんユダヤの人たちはいますけど、アメリカとか世界中にユダヤ民族の人たちっていうのは散らばっていて、で、その人たちが実質世界で最も成功していて、最も世界を動かしている人たちなわけです。で、彼らっていうのはこのお金の使い方っていうのがものすごく上手で、一言で言ったら投資、つまり教育に一番お金を使うんですね。で、なぜかっていうと、彼らは世界を転々としながらですね、自分たちの国っていうのを、まあ、持たない人たちだったので、まあ、それは持ちたくても持てない人たちだったので、ね、基本的にはその土地とか、その土地でしか使うことができないお金とか、そういったものに対しての価値っていうのを置いてなかったわけですね。実際お金を貯めたとしても、その国を追い出されて迫害されてしまったら、そのお金っていうのは使えなくなってしまうわけなので、基本的にそのお金そのものにも大した価値を持ってなかったわけです。じゃあ彼らは何に価値を持ってたかっていうと、唯一絶対に消えてなくなることがない、そしていつも自分に持ち運ぶことができる自分の体と脳ですね、に最もお金っていうのを使う人たちだったわけです。それが自分自身の脳はもちろんですけど、子どもたちの教育っていうのに対しても、世界で一番熱心な民族と言っても過言ではないわけですね。で、これは私たちは別にユダヤ民族ではないですけれども、日本人ですけれども、考え方としては全く当てはまるもので、この変化の早い時代だったら、この先どういうことが起きるか全然わかんないわけですよ、ね、株価が上がったり下がったりする、もしくは日本国債が上がったり、もしくは暴落したりする、何が起きても全然不思議ではない、そういう変化の早い時代に生きている中で、唯一頼りになるものっていうのは最終的には自分の体と脳なんですね。で、それがどこまで自分自身を高めることができているか、で、この自分で何かお金を稼ぐとか富を生み出す力っていうのは絶対消えてなくならないわけですよ。一回例えば自転車に乗れるようになった人が何度も自転車に乗れるように、もしくは一回泳げるようになった人がしばらくプールに入ってなくてもまた溺れないで泳げるように、お金を稼ぐとか富を創造するっていう力を一回持てた人っていうのは、その人がその気になれば何回でも稼ぐことはできるし、何回でも創造することができるんですね。で、唯一一番確かなものっていうのを自分の体の中にもう入れてしまうわけです。自分の体の中とか脳の中に入れてしまう。だから一番大事なお金の使い方っていうのは、自分に投資する、もしかしたら自分に教育するためのお金の使い方、それは体に入れるっていう考え方もありますし、脳に入れるっていう考え方もありますし、いずれにしてもそれは投資なんですね。で、お金持ちの人っていうのは消費っていう、その消えてなくなる、例えばその居酒屋に飲みに行くとか、ボールペンを1本買うとか、そういうことに対してっていうのはものすごいこうお金の使い方がシビアなんですね。
まあ、分かりやすく言えばドケチなんですよ、ね、お金そんなに持ってるんだから、ね、そんな100円とか10円にこだわる必要ないんじゃないのって思われるぐらいものすごい細かいんですよ、ね、消費に関しては本当に消費イコール悪だと思ってるので、もう1円10円100円単位できっちり管理してきっちり切り詰めていくんですね。だからその100円の経費削減っていうのにものすごくこう喜びを持てる人たちなんですよ。あんなにお金持ってるんだから、そんな100円ぐらい何も考えないでパンって買えばいいのにって思うようなことでも買わないんですね。だから消費イコール悪みたいなのがもう完全にこう入ってるわけです。その代わり投資だったら100万200万っていうのは即決で決めるんですよね。もうすぐに、あ、これは自分にもっと大きな富として返ってくるなと思ったら、逆にもう少しこう慎重に考えた方がいいんじゃないのっていうことでもスパーンとこう決めて使えるような人たちなんです。でそれが最初の1万円、20万円のお給料で19万円支出があるから1万円余裕があるっていう、この1万円の使い方からみんな始まってるんですね。どんな人も最初から100万200万ポンって使えるような余裕資金を持ってる人なんて誰もいないわけですよ。みんな最初は1万円の余裕資金から始めているわけです。でもその1万円を消費に使う人、貯める人、そして投資に使う人、自分自身の体とか脳への投資、教育に使うことができる人っていうのが1年後10年後っていうことでものすごい差になって帰ってくるわけですね。だから体を鍛えるためにスポーツジムに入会して、その毎月の月謝、入会費なり月謝っていうのは毎月1万円だとかね、もしくは自分は毎月5000円分本を読んでますとか、ね、もしくは毎月5000円分その CD をずっと聞いていて、ずっと成功者の考え方っていうのを自分の中に取り入れるのにお金を使ってますとか、そういうお金の使い方っていうのが1ヶ月、3ヶ月、半年、1年、5年、10年っていうことでものすごい差になって返ってくるわけです。貯金は貯金でいいんですけど、でも貯金っていうのはもう決まってますよね。1万円貯金しても1年で12万円、10年貯金しても120万円なわけです。でも1万円を自分にどん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 投資で入れていった人たちっていうのは、結果的にその10年後に120万円じゃなくて1200万円作れてるかもしれないし、1億2000万円作れてるかもしれないわけです。でそういうお金の使い方っていうのが最初の1万円からものすごく差がついていくんだということを、今回はぜひ、知っていただきたいなと思います。で具体的にはですね、まずはお金を使うときにですね、お財布からお金を出すとか、もしくはクレジットカードで何か決済するって言ったときに必ず身につけていただきたい習慣があるんですね。それはこれは消費なのか投資なのかっていうのを必ず自分の頭に質問を投げかけてほしいんですよ。何かお金を出す、何かクレジットカードで決済をするときに、これは消費にお金使ったのかなと、要するに消えてなくなるお金なのかな、もしくは買った瞬間が最も価値が高いお金なのか、それとも後から必ず自分に2倍3倍5倍10倍っていう形で返ってくる可能性があるお金の使い方なのかっていうのを考える習慣っていうのをぜひつけていただきたいんですね。それをするとですね、まあ最初は面倒くさいと思うんですよ。一回一回お金を使うためにこれは消費かな投資かな、一回一回お金を使うためにこれは消費かな投資かな、最初は面倒くさいと思うんですけど、慣れてくると無意識にできるようになりますってなった瞬間に、消費イコール悪みたいな感じでお金っていうのを急激に使わなくなるんですね。あ、これは消費だ、お金使いたくない、ね、大事なお金をこれには使いたくないっていうのがだん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 こう無意識にできるようになるんですね。逆に、あ、これ投資だなと思った時に思い切って100万200万ボーンっていうふうにこう決済できたりするようなことができるようになってくるわけなんです。でそれっていうのは日頃から本当に小さい何か本当に500円600円ぐらいからお金を使うときに、あ、これ消費かな、これ投資かなっていうのを常に考える習慣を持つと、だん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 無意識に自然にできるようになってきます。でとりあえず今日はですね、今日もしあなたがお金を使ったというのであれば、それをですね一回こう目に見える紙に書き出していただきたいんですね。その今日はこれにお金を使いました、もしくはこれにお金を払いましたっていうのを今日1日分でいいので書き出していただきたいんですよ。そして書き出したら、それはその横にですね、あ、これは消費、これは消費、これは投資、これは投資っていうのを書いていっていただきたいんですよ。やっぱり目に見、手で書いて目で見るっていうのがすごく大事になってくるので、少なくても今までそういう習慣がなかったっていう人は今日1日だけでいいので、
今日何かあなたがお金を使ったっていうことであれば、紙に書き出して自分の目で消費投資っていうのを実際こう書いていってほしいんですね。消費っていうのは消えてなくなる、もしくは買った瞬間が最も価値が高いもの、投資っていうのは後から2倍3倍5倍10倍になって自分に返ってくる可能性があるものですね。そのどちらにお金を使ったんだろうっていうのを常に意識し続けることで、あなたの3ヶ月後、半年後、1年後、5年後、10年後っていうのはものすごい大きな差としてね、他の人たちは最初は1万円の差でしかなかったのが、それがやがてものすごい差となってあなたに返ってくるということを今回はお約束したいと思います。はい、もし今回の動画がですね、あなたの何らかのお役に立てたということであれば、ぜひグッドのボタンを押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。YouTube 市場が現在ガラ空きです。黙れ、わしはサラリーマン先生で頑張るのだ。サービス残業万歳。ですが隊長、今一つのビデオをアップしただけで YouTube で67万円の収益を稼ぎ出しています。隊長のボーナスを超えています。なわけあるか、このクズが。本当です、これを見てください。67万円じゃなくて6700ドルだけどね。YouTube のメリット1、 Google AdSense と提携しているので、ビデオをアップロードするだけで自動的にお金を稼げる。海外では YouTube を使って2億円、5億円、7億円、12億円といった広告収入を稼ぐ YouTuber という職業が流行り出している。2012年夏、ある一つの動画が YouTube にアップされた。2時間で肉体関係を了承させる方法。このハレンチな動画を作って放置をしていたところ、とんでもない事態が。中学生の俺に勧めるなよ。僕なんか小学生なのに、あなたへのおすすめって出てきたぞ。なんと広くあまねくユーザーにルフ。そしてその結果、全期間の再生回数278万1252回、お金も入りました。6720ドルの収益、約67万円です。実際はこのアクセスを利用して後ろから1000万円以上稼いでいます。YouTube のメリットに、集めたアクセスから自由に他のサイトに飛ばすことができるので、工夫をするとさらに1000万円以上稼ぐことができる。このアクセスを獲得するのに必要だったコストは0円です。ただビデオをアップロードしただけで手に入れることができました。そして万単位のアクセスを手に入れたら、そのアクセスから月額36万円の不労所得収入を獲得する方法があります。この54ページにわたる YouTube でお金を稼ぐレポートの詳細を知りたい方は、説明文のリンクをクリックしてダウンロードをしてください。今 YouTube で稼ぐのは簡単です。なぜなら YouTube を見たと聞いた時に10人に7人が YouTube を見たと答えます。ですが YouTube に動画をアップロードしたということを聞くと、100人に1人しか動画をアップロードする人がいない状態だからです。隊長、 YouTube 市場が現在ガラ空きです。そして YouTube で稼ぐ方法はこちらから無料で配られているとの報告をいただいています。月額36万円レポート、ある方式に従って YouTube に動画を投稿してください。顔出しなし、ビデオ機材不要、編集スキルなしで1日数万のトラフィックを集め、最終的には月額36万円の不労所得収入を手に入れさせてみせます。そして私が YouTube アクセスから1000万以上のお金を稼いだ戦略を記したレポートをプレゼントします。今すぐにレポートをダッシュじゃー。